皆さんこんにちは、ナリ TV です。本日はですね、先日のバトルマッチでの使ったデッキを紹介しつつ雑談をしていきたいなと思います。でなんでこんな感じで久しぶりにね、ちょっとこんな動画にしてますけれども、何手袋してんのとかっていうねツッコミはまあしないでくれまあね、何回か見たことある人はもう分かってると思うんですけれども、いつもこんなスタイルでやってますので、そこら辺はねちょっと分かってあげてください、ナリ TV のこと。で先日のバトルマッチっていうのは宮城県で行われたやつだったんですけれども、今回東北初登場のバトルマッチだと思うんですけれどもね、多分去年なかったんでそうだと思うんですけれども、そちらの方にちょっと遠征していって、一応優勝という形でやってきました。で今回一応大人の方もいたんですけれども、やっぱり子供の方の方がメインで、小学生、中学生の方が多かったですかね。そして、時間の都合、そのイベントとかの時間の都合で、16人の、バトルマッチではなくて、8人でのバトルマッチっていうことで、抽選行われたんですけれども、ちょうどね、やっぱり15人ぐらいいたんですよ。それなんですけれども、一応、抽選の方を通って、しかも、番号が1番ということで、本当に一番最初の対戦ということで、そちらもちょっと緊張したんですけれども、そんな感じでやってきました。で一番最初に、選んだデッキってのがこちらでしたね。もう本当は連携必殺技のを打ちたいっていう気持ちもすごくあったんですけれども、なんとなくねこの、ゼウス中のペルセウスの、神の祝福、こちらの方を使いながらでアフロディを入れて、さらに、このアバターの方で日本代表のスピリッツというのを入れて、ちょっとこう全体的なねステータスをアップしていくっていうのをちょっと今回選択しました。で今回事前にデッキ組むときに何を一番最初に考えたかっていうと、実は言うとやっぱりアディショナルタイムがちょっと結構ポイントになるかなと思って、アディショナルタイムのやっぱりこのねアビリティの方がなるだけモリモリ入れてやろうっていう風な気持ちでデッキを組みました。ですのでやっぱりカード的には新しいカードを中心に、新しいっていうのはオールスターズに入ってからのカードを中心に選んでます。で実際今回バトルマッチに参加して、やってる子たちやっぱどの試合もアディショナルタイムに突入してて、アディショナルタイムに突入しなかったのは僕が戦った2試合なのかな、僕も3試合戦って1試合はアディショナルタイムに突入して、2試合はアディショナルタイムに突入せず 2-0 で勝ったんですけれども、そうするとやっぱりみんなね3つ4つ積んでるよね、このアディショナルタイムのアビリティの方を。ですのでやっぱりアディショナルタイムになったら事前の予想はしてたんですけれども、ちょっと嫌だなっていう雰囲気があったので、もちろんねそこで、1-0 で勝って、しかもボールインパクトの方でもある程度ね勝ってるよっていう風な、ちゃんとね事前に分かってれば、そこで負けたとしても最終的には引き分けで勝てると思うんですけれども、引き分けなんかでねやっぱり実力が均衡していて、同点なんかで入っちゃうとやっぱり最後相手にねこっち1個も積んでなくてエリアカットを2個3個やって、さらにエリアプラス1個2個ってやられちゃうと、もうその時点でもうねだから半分諦めちゃうような雰囲気になっちゃうと思うので、今回はやっぱりなんか子供がねもし子供とかが、多く参加していれば、やっぱり新しいカードでそのアディショナルアビリティっていうのかな、これそれの方を結構使ってくる子が多いのかなと思って、アディショナルアビリティですね、こちら多いかなと思って、その対策を、デッキの方にはしていました。ほとんどしてなかったのがつい先日出したデスクラッシャーゾーンとハーベスト、あちらがねちょっとね、このアディショナルアビリティの方ちょっと弱かったんだけれども、それ以外動画にしてないやつの考えてたデッキでも、どのねデッキでも最低4つぐらいは積んでるようにしてました。で今回も4つ積んでるデッキなんですけれども、今回はこれもうあれだね、動画出してるんで説明することはないですね。動画見てください、どんなことやってるかは。でその場のね雰囲気っていうか、それでちょっといろいろと配置とかは変えてるんだけれども、基本的にシュート打つのは野坂の方をシュート打ってました。でやっぱ相手ね強い場合があると思うので、その強い場合に前半にもし点数なんか取られた時に活用したのがこちらの
遠藤のカードですね。こちら反撃ののろしっていうのね、先制点取られるとこちらの自チームの各選手のオフェンスとディフェンスのパワーが1000ずつ上がるっていうので、強い相手のにやられるんじゃないかなっていう不安から入れた1枚です。で、今回実は遠藤に関しては自分の中で選択肢は2つしかなくて、こちらですね、やっぱりこのアディショナルアビリティが入ってるこの2枚のカード以外は、もちろんね、今までいろいろと使ってて遠藤のカードはどれも強いんだけれども、ドリームバトル自体のこういうカードはちょっと選択肢には今回入れませんでした。まあそのアビリティが入ってるカードの方を使おうっていう風な気持ちですね。そしてさらに、まあ強い相手がいて1点取られたことのことを考えて、このこっちのカードを優先的にちょっと今回は使いました。まあね、このディフェンスね、パワーなんかはそんな高くはないんだけれども、そういういろんな面でこっちの方がいいかなっていう風な感じでセレクトしました。で、今回ね、こんな感じで、まあシュートするときにはこれ入れてね、で、まあ、相手のねことが分かんなかったんだけれども、とりあえずまあデュエルにはどれかは勝つだろうっていう感じで、まあ、こんな感じで最初攻めましたかね。まあ実際これでやって、やっぱり相手の子もねパーフェクトっていう方、デュエルでは全部勝ったんだけれども、相手の子がそのマックスにやって、ちょっと僕が1回ミスって、確かヘブンズタイム1回出せなかった気がしますね。そんな感じで、こんな感じのデッキを組んでました。で、こちらでね、ピッチの絶対指導者っていうので、ステータスの底上げっていうか、そちらもしといてやってました。まあ、こんな感じでまず、1回戦は勝って、で、1回戦でやっぱりアディショナルタイムの方に突入しちゃって、いや、ちょっとこれやっぱり嫌だなっていう気持ちで、今回リトライ入れてないんですよ。で、じゃあ次ちょっとリトライ入れたデッキを組もうってして、ちょっと次のやつがね、ちょっと今紹介、ちょっと並べ替えて紹介しますね。はい、そしてこちらの方がベスト4の時の準決勝、そして決勝で使ったデッキですね。準決勝でちょっとこれ雰囲気、まあ 2-0 で勝てたってこともあって雰囲気良かったんで、決勝でも同じように使ったんですけれども、本当はね、決勝でもまた違うデッキの予定だったんですけれども、で、こちらどうしてもやっぱり連携必殺技を使って、やっぱりね、あの人連携使ってるよってちょっと若干ね思われたかったんで、こういうちょっとね横島な気持ちもありつつの、デッキなんですけれども、こちらはさっき言ったようにリトライ、こちらですね、こちらはね、いいですよ、局地戦。こちらはね、とても使い勝手がいいので、やっぱりどうしても迷った時には使っちゃうような感じですね。こちらの組み込んで、さらにやっぱり、連携必殺技使うってことはエナジーが多めじゃなきゃダメなので、こちらですね、風丸のエナジー3、こちらエリアカットもついてて、ただね、アビリティの方はこれはそんなに気にせず使ってます、入れてます。どちらかっていうと、そのエナジーとそのエリアカットっていうのをが欲しくてこちらを使ってます。で、さらにこれですね、マーク、これがね実はすごいポイントで、今回一ノ瀬のと、そっちのね、旧ライモンの頃のザ・フェニックスが打つんですけれども、こちらユニコーンの結束っていうので、一ノ瀬がね、シュート打つところに行って時に連携必殺の必要エナジーが3減るってことは、もともとこのマークのカードってエナジーが2あるので、これ実質エナジー5なんですよ。なんでもうこれはもうね、このデッキのキーになるカードの1枚で、さらにまあそうするとね、これで9になるんです。ちょうどこれをね使うとデッキのやつが、そして9で、そして連携必殺技も12、最初のね当初のやつは12なんで、それにマイナス3で9で打てるってことで、で、そしてこれのね重要なポイントの一つが、キーパーですね。キーパーのエンドのこちら風神雷神ゴーストの必要エナジーも9で、なんでこれね、実は言うと僕つけてる名前っていうのがザ・フェニックスナンバーナインっていう風なデッキにしてるんですけれども、ナンバーナインっていうのは、まあ、必要エナジーが9、これ攻めても守っても必要エナジーが9、そしてそれを前半でも後半でもどちらでも最初からスタートからできるので、結局相手が先行取ろうが後行取ろうが、向こうがどんなにどっちか取ろうが、うちとしては関係ないよみたいな、先行でも後行でもどっちでもおいでよみたいな感じのデッキですね。
なんでまあそこら辺が、でただ弱点ももちろんあって、弱点ってのが1点取って、そしてエクストラチャンス、その時のシュート技がどうしてもマークしかないんですよ、ここ。この流星ブレードだけ、まあ、ここがちょっと不安、まあ、なんですけども、今回は2回ともね、準決勝も決勝もマークで2点目入れてるんですけれども、ちょっとそこだけはね、やっぱりちょっとキーパー技が強くても、必要エナジーが高めなキーパーだと、ちょっと、エクストラチャンスの2点目は入らないかなって感じですね。で、まあ、今日、口戦がありますので、一ノ瀬の隣にも置いて、あと、エンドの隣にも置いてっていうので、まあ、相手のね、その消しみたいなアビリティを消したりとかもしてました。まあ、実際発動されてたんで、まあ、そのぐらいはいいかなっていう感じでやってます。まあ、これはね、配置はもう、裏見てね、大体この、得意エリアなんかを合わせていけば、必然的に、もう、配置するところは大体決まってきますので、で、こちらはね、ドモンの、一ノ瀬がいると、自チームのね、各選手のディフェンスポイントが、ディフェンスパワーがプラス700っていうので、随分ディフェンシブな感じの布陣にはなるんですけれども、攻撃の時には連携必殺技で確実に1点は取れるぞっていう感じの布陣にしました。まあ、今回はこんな感じの、デッキをね、2つ使ってやってきました。さあ、こんな感じでした。で、やっぱり、どうしても新しいカードで、そのアディショナルアビリティっていうのは、個人的にはすごく、ポイントっていうか、何が起こるか分からないっていうかね、そのアディショナルタイムのあれがね、やっぱり苦手なんで、なるだけ、有利にしよう。で、相手のことを削ったりとか、自分の方でプラスにしたりとかして、で、ダメな時のリトライもつけて、みたいな感じの、モリモリな感じですね。今回のこれなんかはもう、こちらのね、一ノ瀬以外はみんなついてるんで、そんな感じの保険をかけていくような感じのデッキになってます。もうね、とにかく俺は2点差で絶対勝つんだっていうようなデッキではなくてね。まあ実際2点差では勝ってるんですけれども、もう絶対2点差でアディショナルタイムなんかに突入させないぞっていうような意気込みではなくて、相手ね、もし強い人来た時に、同点とかでアディショナルタイムに突入したとしても、そこでなんとかね、そこでもなんとか勝って、勝ち進もうっていう風な気持ちで、トライしたデッキでした。でね、まあ、他にも考えてたんだけど、今回はこんな感じで、です。さあ、一応ね、参考になったか分かんないんだけど、なかなかね、バトルマッチの大会ってのはあんまり多くないのでね、参加する方っていうのも、限られてるかもしれないんですけれども、まあ、ね、こんなことやって全くもってこれの対策のね、デッキなんかも作られちゃちょっと困るんですけれども、こんな感じの、もういいんじゃないのみたいな感じの参考的な程度にしてもらえればなと思います。さて、じゃあちょっとこっから雑談いこうか。雑談。本当の雑談。だからちょっと時間長くなっちゃうかもしれないんだけども、今回ね、行って、キャプテントムさんが今回いてくれたんだけれども、すごくいい人で、うちの子供たちともね、すごく、気さくにね、話しかけてくれて、まあ僕とも話してくれたんだけれども、その時に実は言うと僕、その時ね、結構気合い入れてね、オーバーヘッドペンギンのペンギン描いた T シャツ着てたんですよ。で、こう誰か気づいてくれるかなと、その子供でもいいし、その関係者でもいいし。で、結構、その上にジャケットを羽織ってて、ジャケットの前開けて結構見えるように、してたんだけど、本当誰でも気づいてくれなくてね、もう自分からキャプテントムさんにこれちょっと見てくださいよみたいな、ちょっと今日気合い入れて来たんですって言って、あ、そしたらトムさんも気づいてくれてね。で、まあ、これのすごいところは、で、うちの子供もバトルマッチに参加して、うちの子供もバトルマッチでオーバーヘッドペンギンを使ってシュートを決めてたと。まあこういう感じでね、ちょっといろいろと関係性を持たせていったんだけれども、で、まあね、今回子供も、ね、3人とも実は言うと、子供2人と俺と、3人ともその8人の枠に入れて、キャプテントムさんにすごい運いいですねって言われて、で、実は言うとね、その時に、やっぱり子供で参加、抽選漏れしてね、ちょっと泣きそうな子供もいて、あ、これちょっと、かわいそうだなと思って、ちょっと運営の方に、僕じゃ、3人も受かってるんで、僕別にいいですよって、ちょっと言ってみたのよ。
でもね、やっぱりここはやっぱりちゃんとした大会なんで、運営側の、ちゃんとしたね、スタッフの方も大会のルールなので、その、ルールはルールなので、どうぞ参加してくださいっていうことで参加させてもらったんだけれども、やっぱりそういうふうに、しっかりとねしたね大会のルールのもとやってきました。で、大会のルールのもと、うちの家族だけで8人の中の 3枠もらいました。まあ、これはちゃんとね不正なんかしないでちゃんとしたくじ運だったんで。で、さらにね、うちの子供が、ちょっと子供の話になってごめんね、次男の方がじゃんけん大会か勝って、ゾイドの景品もらって、ルイさんかな、ゾイドのやってるね。そしてさらにうちの長男の方は、クイズ大会の方で当てて、それこそトモさんからまたそこもプレゼントもらって、で俺はバトルマッチの方の大会の方で優勝させてもらってっていうので、そしたら子供がね、パパは症状だけでかわいそうだねって言われてね、ああやっぱ子供の感覚ってそうなんだみたいなね、あ、パパは症状だけでかわいそうなんだってなんて思っちゃうんだななんて思ったちょっとした裏話でした。そんな感じで、ね、いや、そう、最後に、そうだ、技術的なスタッフさんみたいな方とトモさんのとかに、ぜひ来年も稲妻イレブン頑張って続けていってくださいねみたいな感じで言って、まあ一応まあね、まあ、そこでネガティブな答えってのは絶対返ってこないんだけれども、あ、そうですねみたいな感じで言ってもらって、さらにトモさんにもまたなんかどっかでね、その大会なんかでお会いできたらいいですねなんて言われたんで、まあなんとかね、それを言葉を信じて来年も稲妻イレブンは続いてるぞという風なね思いでちょっといたいなと思っております。そんな感じで今回はなかなかね、数少ないバトルマッチの方に参加して、貴重な経験をさせていただきました。ただ本当にねガチで強い人っていうかデッキ組んでくる人たちだと、いろんなねその思惑がね交差して、いろんな、あっちがこう来るんじゃないかとかっていうのもあると思うんですけども、今回はそういうのは実際ね、そういう事前対策も持ってってたのよ。持ってたやつがすぐ出せるように野坂のいろんなやつとかね、そういうの持ってたんだけど、やっぱ子供ばっかりやったからね、やっぱそういうのをやってもね、やっぱりなんか嫌じゃん。だからちょっと正々堂々ってわけじゃないんだけれども、あんまりそういうのを気にせずに自分のデッキだけで正面からぶつかってきてみました。そして、連携技も出せたのである程度で、うちの子供はね、そう、ちょっといきなりパタッパン飛んじゃうんだけど、うちの子供はまあさっき言ったように、オーバーヘッドペンギン出したり、あとうちの長男の方は、連携技でザーシュラ出したいっていうので、ちょっとザーシュラ出せるデッキも組んであげて、その大会でザーシュラ出しましたよ。なんかね、それだけ俺それ見てるだけでよしよしみたいな感じで、なんか少し爪痕残せたかなみたいな感じでおります。さあ、こんな感じで今後もね、稲妻イレブンの動画出していきますので、ぜひぜひ皆さん、もう喋るのはね、あまり多くないかもしれませんが、動画の方でね、必殺技とか見て楽しんでいただけたらなと思います。ではまた、次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバーイ。